はい、どうも皆さんこんにちは。TK ヒーローです。はい、今回もですね、また懐中電灯フラッシュライトの紹介でございます。今回いただいたのはね、こちらでございます。じゃじゃん。はい、毎度おなじみスルーナイトさんのフラッシュライトなんですけども、今回はですね、こちら。スルーナイト T3 というフラッシュライトを紹介したいと思います。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回ね、このスルーナイト T3 というフラッシュライトの紹介なんですけども、こちらスルーナイトさんからいただいて紹介しております。で、今回のこの T3 はですね、こんな感じでパッと見小さく見えるんですけども、こんな感じでね、太さがあるんですよ。で、大容量のバッテリーを使用しておりますので、明るさもかなりあります。はい。まずはね、こちら本体見ていく前に、付属品を見ていきましょう。取扱説明書。ストラップと交換用の消耗パーツ。充電用の USB Type-C ケーブル。ホルスター。以上のものが付属しております。で、本体がこちらですね。こんな感じでですね、握ると手で隠せるか隠せないかといったね、そのぐらいのサイズ感ですね。この前紹介した BSS-V5 と並べるとこんな感じです。まあ、スルーナイトでは定番の TN-12 といったあの辺のサイズより若干短いという、そのぐらいのサイズ感です。ただ、こんな感じでね、大きめのバッテリーを使用しているので若干太いんです。まあ、なので文字通りね、大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ感なのではないでしょうか。それではこちら近くで見ていきましょう。それではスルーナイト T3 近くで見てみましょう。まずね、見た目はね、こんな感じで、この前のこういう BSS とかに比べたら割とシンプルなデザインかなと思います。で、この長さ、カタログ値で 115.5mm となっております。で、重さがバッテリー抜きで 77g といった感じですね。はい、正面から見るとね、こんな感じです。このリフレクターの深さも、浅くもなければ深くもないという普通な感じですね。はい。そしてヘッド部分の形状はこのような感じになっています。こんな感じでね、放熱用の溝が切ってありますね。そしてこちらが電源スイッチです。ラバー製のスイッチになっておりまして、押した感じも非常にいい感じですね。そして反対側には充電用のポートがあります。端子は USB Type-C です。そして真ん中の胴体部分です。こんな感じでね、滑り止めのセレーションが切ってありますね。で、クリップがついています。いつもの通り、前からでも後ろからでもさせる双方向のクリップがついています。テールの部分です。テールには、こうやってストラップ用のホールがついています。で、個人的にね、ここちょっと残念なんですけども、ここ、マグネットテールではありません。そして、バッテリーは 4000mAh 21700バッテリーを使用します。それでは明るさのカタログスペックです。一番暗い、ファイアフライモード。これが 0.44 ルーメンです。持続時間が133日間。で、そして次。このライトはですね、明るさの調節が長押しでの無段階調整となっています。で、この無段階の一番暗いので、インフィニティロー37ルーメン、58時間。で、無段階調整の一番上、インフィニティハイで、1077から605ルーメン、40秒から180分間となっています。バッテリーの残量とかに応じてね、明るさが自動で調整されていくやつですね。で、一番明るいターボモードですね。これが2250ルーメンから621ルーメン、50秒から170分間となっています。最大照射距離が301メートル、対衝撃 1.5 メートル、IPX8 2メートルというカタログスペックになっています。まあ、なのでね、このサイズなんですけども、2250ルーメン最大出すことができるという、まあ、なのでなかなかね、パワフルなライトなんですよ。それではね、こちら、外で実際にテストしてまいりましたので、その時の映像をご覧いただきましょう。どうぞ。それではスルーナイト T3 外でね使ってみたいと思います。まずはいつも通りファイアフライモードからですね。はい、これが一番暗いファイアフライモードです。まあ、毎度のごとくね、ちょっと手元を照らすとかなら十分かなと思います。あまりね、明かりをつけられない環境、なんか舞台の裏とかそういうところでは結構活躍するのではないかなと思います。では次はローモードです。はい、これがローモードですね。普通に真っ暗闇ではなくて、
ある程度明かりがある環境の夜のお散歩とかにはちょうどいいかなという感じですね。こうやって足元を照らすぐらいなら十分です。これでだいたい今2メートル先ぐらいを照らしてますけども、こんな感じでね、そこそこの範囲を照らせていますので、足元確認するぐらいだったら全然大丈夫かなと思います。で、このライトはですね、段階調整ではなくて無段階調整です。なのでここのボタンを押してこうやって明るくなります。で、またね、上限に来ると点滅してお知らせしてくれますと。これが通常点灯で一番明るいモードですね。まあ、ちょっとカメラ通しちゃうとあまり明るさが伝わらないと思いますけども、かなり明るいです。明かりがない環境、真っ暗闇の中を歩く場合、まあ、このぐらいの明るさがあるとね、かなり頼もしいかなと思います。まあ、実用的というか普段使いぐらいだったらこのぐらいですかね。真ん中ぐらいで、ご覧いただければ分かります通り、光のパターンはこんな感じでね、周辺光が結構広くあって、で中心光があるという感じです。ちょっとカメラを通して見てると中心光がね、割とくっきりしてると言いますか、結構強く見えるかもしれませんけども、実際肉眼で見るとそんなにきつくないので、まあ、目にも優しいかなという感じですね。ターボモード行ってみましょう。電源ボタンダブルクリックです。はい、これでターボモードですね。ちょっと多分カメラを通すと分かりづらいと思いますけども、実際はさっきのマックスよりも明るくなっています。で、こんな感じでね、もうかなり先まで照らすことができます。で、ボタン3回タップでストロボモード、こんな感じですね。はい、じゃあ今回はね、ちょっと暗い中をね歩いてみたいと思います。明るさは真ん中ぐらいにしときましょうか。これね、消すとね、こんな感じなんですけどね、やっぱこれがあると全然違いますね。ね、あるのとないのとで全然違うのがわかるかと思います。ライト消してる状態でこんな感じ、ターボモードでつけるとね、こんな感じになります。コンパクトなんですけどね、かなり頼もしいライトかなと思います。はい、とまあ外で使うとこんな感じでございました。はい、というわけで今回はですね、こちらスルーナイトのフラッシュライト T3 の紹介でございました。これね、ちっちゃめなんですけども、非常にパワフルでね。でね、このサイズ感っていうんですか、この太さ。これがね、こう握るのにちょうど良くてね、なかなかに使いやすいライトかなと思いました。まあ、ただですね、どうしてもこのライトだと持ち方がね、もう、こうなるんですよ。だから、逆手で持ってこう使いたいという人は、テールにね、スイッチのある、こういうタイプのライトにしないとダメですけども、そういうの気にしないよという方は、まあ、割とね、いい感じなのではないでしょうか。あとは個人的にはね、以前紹介したスルーナイトの T1、あれがね、ここ、マグネットテールだったんですよ。あれね、結構便利なんで、同じ T シリーズだったらね、マグネットテールにしてほしかったなっていうのがありますね。金属にね、パチーンってつくので結構便利なんですよ。で、あとはこの電源スイッチ。これね、質感良くて私好きなんですけども、結構ね、軽いんですよ。だからなんかポケットとかに入れた時に物に当たってね、電源がついてしまう。で、なると、もちろんバッテリーは消耗してしまいますし、あと間違えてね、ターボモード、これになってしまったらね、ポケットの中のものとか、あと衣類が傷む可能性っていうのもありますので、持ち歩く時はここのヘッドをちょっとひねって緩めておいてね、電源をしてもつかないようにしておく。こうしておくのがいいんじゃないかなって思いますね。で、使うときはキュッと締めれば、すぐに使える。で、もちろんね、そんなことしなくても、ロックモードっていうのはあるんですよ。電源ボタン長押ししてね、こうやって、つかなくするモードっていうのもあるんですけども、ただどうしてもこれだと、ボタンを長押しするっていう時間が必要になってくるんですよ。なので、個人的にはヘッドをちょっと緩めてね、それでつかないようにしておくのが簡単かなというふうに思います。早いですしね、こっちの方が。はい。まあ、そんなところでしょうかね。はい。そして、こちら、スルーナイト T3 のお値段なんですけども、
この動画を撮影している現在は7595円となっております。まあ、時期によってね、値段の変動の幅っていうのはあるかと思いますので、まあ、あくまで参考程度にしてほしいんですけども、現在は7595円、しかもね1118円オフクーポンなんていうものも出てますね。フラッシュライトをね買おうとしている方はちょっと候補の一つにしてみてはいかがでしょうか。まあ、そんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。